劇団プレステージ岩田亮です。河野翔太郎です。いやもうあの何も情報を聞いてなかったのであの最初何が起こったか分からなかったですね。でまず暗いところから始まって、ただ出だしだけは亮に言ったんですけど、これは何かあるぞこんな静かな始まりはちょっとおかしいんじゃねえかなって言って、亮これはいきなりバーンって始まる、もう何も言えなかったですけど、とりあえずバーンって始まるぞって言ったらバーンって始まった始まそこからはあの気がついたら終わってました。いやすごい、結局1時間半ないあっちゅう間の80分ぐらい、あと一番面白かったのは、僕気づいたら一番先頭のど真ん中にいました気づいたらずっとど真ん中にいてあれと思って、もう前のめりで楽しんでましたね。あとね、あの僕個人的にはやっぱ演者としては出たい、見る側もいいけどこんなにお客さんを驚かしたり楽しましたりする感じは、あのぜひ僕はあのこれ出たいと思いましたね。すべてのシーンにあのとりあえずあのこれを出るためには、あの僕は一つだけやらないといけないことがあるんですけども、あの高所恐怖症をなんとか直さないとこれにはあの出れないので、あのどう量とかなんかどっかもう気になったシーンとかあった？でもなんか全部が全部あの360度本当楽しめる、そうね、そどこを見ていいか逆にわからないぐらいの、うん、みんなが後ろ向いてると思えば前でも太鼓叩いてそう、ね、今まで見たことないような感じのやつを本当に楽しめたな。でもこれ途中で思ったのが、これ意外とシンプルなこう体だけを使って表現してる、もちろんその技術的なワイヤーだったりこういろんなねものを使ってるんだけども、これ意外とシンプルに体だけでパフォーマンスをしてるっていうことに途中からそれを見入ってちょっとそこに感動しちゃって、またね そういう見方も楽しんでほしいなと思います。もちろんあの 目と耳とあと体、常にあの、ね、胸がねずっとどん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 いってる感じなんでぜひそれをあの楽しんでもらえたらなと思うので、ぜひあの週末仕事に疲れた方とか、あと友達が最近元気ないなとかストレス発散、そうあと、ね、新生活始まったんでね、あのもう桜も満開ですけども、ここ品川のステラボール場内は常に満開ですので皆さんもぜひ楽しんでもらえたらと思うんで、とりあえず僕はこれから帰ってあの高所恐怖症を治していきたいと思います克服を、はい、またあの見に来れたら来たいと思うんで、また行きます。ありがとうございました。ありがとうございました。